みなさんこんにちは。フランツアートクリエイター園芸福祉士の権平綾子です。今日はワイヤーアートの道具についてお話しします。結構いろんな人に道具を揃える、どんな道具を揃えるといいですかと質問されるので、私が使っている道具、あとあると便利なものをお伝えしようと思います。ポイントは3つ。1、道具はケチらない。2、ペイントするときにあると良いもの。3、意外とケースも重要。はい、これを解説していきたいと思います。まずは基本の道具、ペンチとニッパーですね。はい、こんな感じですね。まあ、体験レッスンで一度きりしか使わないのでしたら、まあ、家にあるものや100均のもので十分だと思います。しかしちょっと少し凝ったものやバスケット、あとはカゴ類まで頑張ってみたいなと思う人は、良い道具を使うことをおすすめします。これがポイントの1ですね。まあ、切れ味から重み、長時間使うとかね、あとは人間工学に基づいたデザインですね。まあ、全然違います。値段ですが、これもピンキリなんですけれども、おすすめするのは、まあ、1500円から2000円台ぐらいでしょうかね。メーカーさんによっても微妙に違うので、気になる方は、まあ、ネットで調べてみてください。まあ、これは余談なんですけど、私の住む新潟県は東三条っていう刃物など作る工場がたくさんあってですね、職人さんも素晴らしい方がいっぱいいらっしゃるんですね。だからこういった刃物メーカーさんっていうんですかね、もうたくさんあります。まあ、話はそれましたが、要するにしっかりとしたものでクラフト専用のものを使うといいのではないでしょうかっていうことですね。はい、次はワイヤー、アルミのワイヤーですね。こちらも全国でいくつかメーカーさんもありますので、どこがいいっていうのは個人の好みもあると思います。まあ、色やコーティングしてあるものなど様々なので、まあ、それこそクラフト店で見てみると、実際見てみるといいかもしれませんね。私は色で言うと、まあ、黒っぽいブロンズ系を使うことが多いですね。あとは、まあ、こんな感じのシルバーとかですね。あとサイズは 0.9、2.0、2.5、3.0、まあ、たまに 1.5 っていうサイズの太さのサイズを使いますね。はい、次マスキングテープ、あまり強力じゃないもの、そして色が目立つもの、手で切りやすいもの、そして安価なもの、これを基準に選んでいます。私はこう 3M さんの、分かるかな、 3M さんの建築塗装用のマスキングテープ使ってますね。もちろん文具用でも何でも構いません。はい、あるものでいいと思います。セロテープは使わない方がいいかもしれないです。熱で結構ペターっとくっついて取れなくなっちゃうので、マスキングテープの方がおすすめですね。はい、その次ゴミ箱ですね。はい、これ結構重要ですね。ワイヤーは作業中にたくさん切れ端が出ますね。後で綺麗にしようと思ってるとどっかに行ってしまうので、ゴミ箱を準備しておくっていうのは大切です。できればこのまま捨てられるように、まあ、広告などでもいいですけども、こんな感じで折りたたみで入れられるような紙の箱、こんなゴミ箱を作っておくと便利ですね。はい、こんな感じですね。はい、それから次が、じゃーん、次がメジャーですね。メジャー、これも工具用でもいいですし、裁縫用でもお使いになりやすいもので結構です。たまにそうですね、センチとインチがこう交互になっていたりするものもあるので、それも注意してください。はい、次はペイント類ですね。これがポイントの2ですね。私は作品によって色を塗ったりとかしています。まあ、ワイヤーのテカリ、このテカテカした感じを抑える効果とか、
あと古びた雰囲気を演出するっていうのも理由なんですけれども、その他に、まあ、結束部分の接着の効果を高めるという意味もあります、まあ、これは好みの部分ではありますけれども、まあ、知っておいていいかなと思います。私が使っているのはアクリル絵の具、これも何でもいいと思います。私はこちらのメーカーさんのアメリカーナさんを使ってます。まあ、色はね、結番になる場合も多いので、ご自身でお店に行って気に入った好みの色を使っていただいて構いません。私はこの DA220 っていうものをよく使ってます。多分これ結番になってんじゃないでしょうかね。はい、あとは筆ですね。塗るための筆で、筆を洗う瓶、そして、パレット、水、まあ、あとティッシュかタオル、まあ、汚れてもいいようにこんな感じで、新聞紙など、敷物類ですねがあるといいと思います。でパレットなんですけれども、例えば牛乳パックを洗って乾かしたものを使ってこう切って、その都度その都度捨てられるっていうのもとても便利ですね。はい、最後のポイント3、意外と重要なのがケースも重要です。まあこれだけのね、種類の道具がこうあるので、ひとまとめになってるととても便利です。ちょっとした時間ができた時にパッと取り出してこうできるっていうケースの存在っていうのは結構重要なんですね。でこちらが私がプロデュースして作ってもらった専用のケースになります。これすごいんですよね。こう三つ折りですね。三つ折りでこう厚さに対応するためにこうボタンじゃなくて紐で留めるとか、まあ、中身が飛び出さないとか、まあ、いろいろ本当にたくさんの工夫が詰まっています。まあ、外観もね、こう布っぽい感じで、こう擦ればいいかな、明るいとか布っぽい感じで、こういうのがあるとがぜんやる気になりますよね。こういうなんかモチベーションでこう続けていくためには結構大切だなと私は思います。ということで、ここまでワイヤーの道具に関してお話ししてきました。ここまで見て、ああなんか全部揃えるの面倒だなって思った方は、セットの販売などもしてますので、下の概要欄に貼っておきましたので、ぜひご覧になってみてください。今回はこれで道具に関する説明を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。この動画は植物に関すること、植物を楽しむクラフトの作り方など解説していますので、ためになったなと思う方はいいねを押してください。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。それではまた、さようなら。